やっぱりみんな秋田がとても大好きなところだと思います。いずれこれよりごめんなこう無理。季節によって踊り分けているんですけれども、春でも春の始まりと終わりでは咲いてる花なども違いますので、演目も変わってきます。やっぱり芸を売りとしておりますので、踊りなど褒めていただいたときはとても嬉しく思います。秋田名物ハチノリハタハタ、おがではおがふりこ、のしろ春景ひやまなこう、おおだてまげばっぱ。秋田県はたくさんいいところがあるんですけれども、秋田市の観光があまりないという問題もございまして、その一つになれるように頑張っていければと思います。今日本日つけているかんざしがちょうど SDGs と菊をモチーフにしたかんざしになっております。そういったことからもちょっとした話題のきっかけになれればなと思います。